名誉をかけた壮絶な戦いがついに幕を開けた。ゼロワンからの刺客、高岩がたどり着いたタイトルマッチの舞台。ゼロワンへベルトを持ち帰ります。素敵に笑うその裏側に絶対的な自信をしっかと見ました。今この男の腰にはジュニア界の頂点を極めた者だけが待つことを許される GHC ジュニアヘビー級王座のベルトが光り輝いています。ここまでタイトル防衛2回、ベルトの価値を高めるためにはどんな相手の挑戦も受けて立つ。自分がジュニア界を引っ張っていくと言っていたチャンピオン金丸義信がリングイン。さあ運命のゴングを今聞きました。元 IWGP ジュニアヘビー級王者高岩達人、初代のノアにおける J1 のジュニア金丸、エルボーで始まった下逆水平。序盤から熱く2人が試合を始めている。ありがとう。序盤から金丸が空中で1回転、危ない金丸、危ない。カウント圧、試合の序盤から金丸がラリアットによって空中で1回転、荒れた序盤になっています。この選手権の放送の解説は桃田光雄さんです。桃田さん、はい、出だしから高岩が来ましたね。そうですね、チャンピオンとしてはですね、レフリーも入りました。これはちょっと問題ですね。そしてこの体勢は守るか、いや返していく、返していく、あとそして近鉄攻撃、急所攻撃、垂直落下。序盤から両者は出し押しすることなく、これが試合の立ち上がりか、これが試合の序盤か。いや、試合開始からすごいですね。これはこれは両者のいわゆる決め技、フィニッシュホールドをそれぞれ出したようなものですからね。そうですね。で、まあこの試合に関してはですね、要するに団体のやっぱり威信がかかってるっていう部分もありますんで、お互いにやっぱりものすごい飛ばしてますよね。現在初代の GHC ジュニアヘビー級のベルトを巻く金丸、そしてライディングキック、そのベルトをゼロワンへ持ち帰ろうというゼロワンからの刺客高岩達人。その高岩がまず鉄柵の攻撃を通して命令、ペースを握ったのはまずこのチャンピオンの金丸か。鉄柵攻撃について、そしてギロチン落としていきました。場外、そして鉄柵の外側でぐったりとうなだれている高岩達人、元 IWGP ジュニアヘビー級王者。この高岩です。ノアのマット初参戦は 8.26 千葉大会でした。ゼロワン高岩押川組対金丸橋誠組、高岩が橋を仕留めての初参戦、初勝利を挙げています。さあその高岩に対して後ろからスリーパーの体勢、金丸が絞っていきます。対するは金丸、初代 GHC ジュニアヘビー級チャンピオン。6月に行われたジュニア王者決定トーナメント、ウベントゥーゲレーラを決勝で破っての王座獲得、金丸。しかし力技でその金丸の技を返していく高岩。桃田さん、はい、やっぱり金丸として気をつけなければいけないのはやはりこの高岩のパワーと見ていいですか。そうですね、ジュニアでも高岩選手の場合結構パワーありますんでね、はい、で力技を結構持ってますし、はい、もう一つキャリアがありますんでね。そうですね、そういう意味ではやっぱりちょっと気をつけないとまずいなという気はしますよね、まあ、だから逆に言うとそういうプレッシャーがですねチャンピオンの方にかからなければいいかなという気はしますね。金丸に対して、さあ金丸が先手必勝、まずペースを握ったか、まあ、ただ基本的にはね金丸選手ってあんまりプレッシャーをかかんないタイプですから、そういう意味ではその辺は大丈夫かなという気はしますけどね。さあカバーに入っている、これはまだ余裕がある高岩。高岩が控えている、エルボー、このエルボー一つ取っても、まあ、ヘビー級に通用するその重さがあります。さあ片足を取ってアキレス腱固め、リングのほぼ中央、まだサードロープには遠い、バッチリと決まっている。金丸がなんとかこらえます。 8.26 の千葉大会でノアマット初参戦を果たした高岩、
そのシリーズは金丸とのシングル対決はなかったんですが、その後タッグで金丸と2回対戦しています。 9.6 青森大会では金丸が高岩をコールして、そして 9.9 リファ有明大会では逆に高岩が金丸をコールしての勝利。ここまでタッグの戦績は1勝1敗。まあ、白黒つけるこの大舞台、それがこのタイトルマッチということになりました。この高岩がノアのマットに初参戦、まあ、参戦してきた当初というのはこの GHC ジュニアのベルトにそれほど興味がないと言っていたんですね、この高岩。まあ、それはですね、だけどフェイントの可能性もありますんでね。で要するにその、なかなかレスラーというのは自分の本心をズバリ言う人と言わない人がいますんでね、そこら辺は僕もちょっとわからないんですが、まあ、要するにレスラーとすればね、やっぱり、はい、あのベルトっていうのは最高の目標ですから、それを狙わないわけは絶対にありえないとは思いますけどね。そして金丸が今これ死角になっていますが、レフリーの死角になっていますが、テーピングをほどいて首に巻きつけているか、巻きつけている。こういった、まあ、会場にあるあらゆるものを自分の、まあ、攻撃あるいは武器にしてしまう。これは、まあ金丸選手の要するに体からしてもですね、やっぱり自分で使えるものは何でも使えると、これはもうしょうがないと思いますね、それでいいと思います。またプロレスではそれが有効の技になりますからね、はい、今度やり返してますね。高岩がやり返している。そしてそのまま断崖しかも金丸の足がロープにセカンドロープに変わっています。絞り上げる高岩。金丸本来 の, この持ち味攻撃パターンというのを高岩に逆にやられている。そうですね、そんな感じになりますね。今は結構逆さつりで本当首つりみたいな状況になってますんでね、きついですよね。しかし金丸が返していく。まあ、金丸の足もセカンドロープにかかっていました。そしてエプロンサイドから何を持っていくか、飛んだ、受け止めた高岩。そして肩に担ぎ上げて場外デスバレー、場外でのデスバレーボム完璧に決まった。ドスンという低い重低音が放送席まで聞こえてまいりました。これは危険ですね。しかしこの高岩のパワーありますね、まあ、もちろん金丸選手が軽量ってことはありますけども、同じジュニアですからね。そうですね。それでもって途中で要するにそのクロスボディを抱え上げるっていうのは素晴らしいですよね。エフロンサイドから、まあ、ダイビングしていったその金丸をがっちりと受け止めて、さらに肩越しまで担ぎ上げました。85キロ、まあ、ジュニアのクラスでもまあ比較的体重はないんですが、85キロの金丸を99キロの高井はがっちりと受け止めて場外でのデスバレーボム。ここでペースは一気に高井はへと流れていってしまうのか。参戦当初はベルトには興味ない、ただ金丸が V1、V2 とタイトル防衛をしていくのを見て欲が出てきたといいます。朝日とのタイトルマッチは素晴らしかった。IWGP のベルトと違って歴史が全くない新しいベルトという意味で興味が湧いてきたというこの高井は、上がってこない金丸を無理やりリングの中に引きずり戻しています。これからまさしくチャンピオン金丸をゆっくり料理していこうという、そんなふてぶてしい表情にも見えます。高井はそして足4の字。この決まり具合、桃田さんいかがですか。いや、あれがきっちり膝までこの人の足がですね、入れば完全に決まりますね。だけどかなりいい形で入ってますよ。ふくらはぎの足、まだちょっと反動をつけて、反動をつけてさ、裏返しています。なんとかロープにエスケープです。金丸チャンピオン、金丸がこの試合に勝てば3回連続防衛達成ということになります。 B3これからも防衛は重ねていくし、他団体ともやってみたい、そんなことを口にしていたこの金丸。そのためにはまずこの目の前の敵、高岩達人を下さなければいけません。しかし今ペースを握っているのはテロワンの高岩か。現役は金丸、アライク、もう一度現役、後ろからミサイルキック、セカンドロープからミサイルキック、しかし高岩は倒れていない、膝をついていない。これは相手のこのパワーをくるりといなすような金丸のうまさが見られました。赤コーナー付近狙いを定めて、まずうっていったハリウッドサプレス、カウントカウント数コーナーの付近にボディースラム、そしてハリウッドスタープレス、そして今度はトップに登って何を持っているか、ムーンサルト、綺麗な、そして
かわしているが、お、一体一回腕子のあたり、うん、これは担ぎ上げられたぞ。いや返していった DDT に行こうという金丸、さらにそれを返した。いやこれはお互いの先の先をそれぞれ、そうですね、読んでますね。読んでるし、だけどあの DDT に行こうとした金丸選手を途中で止めるという、反動といいますか、重力が、ね、働いてますからね。そうですね、あれを途中で受け止める、食い止めるというこのパワー、力ありますよね。ヘビー級に通用すると言われるあたりが分かります。ジュニアの恐竜という意味を取りましたこの高岩ですが、コーナーに金丸を乗せて、ここから桃田さんデスバレーですか、もしかして形的にはそんなに見えますか。いや金丸が返して、いや返せないか、スパインバムで返せ、スパインバムで返していきました。いやどの技一つとっても衝撃を思い、さらにその先をお互いが読んでますよね。そうですね、あのお互いにやっぱりその相手の攻撃をある程度予測しながら行ってますよね、今のところは。それぞれが自分の持ち味、そして大技を出し惜しみすることなく相手に果敢に出していこうという両者、しかしお互いが相手のその裏を先を読んでいるんです、まあ、お互いに、まあ、やりにくいと言っていいんでしょうかね。そうですね、あのまあだけど軽量の要するにジュニア戦というのは、どうしても相手の動きを読まないと、要するにあのダメージ大きくなりますんでね、今金丸クラッチに行こうというところですが、返していった、おっとこれ急所攻撃を今よく見ていた、式のパワーボムに行こうという、今金丸の金敵を見事ブロックしましたね。あの完全にあの膝でブロックしました、ね、そしてパワーボム1回2回3回の持ち付き、いや金丸が返していった、返していったぞ、返していってる、そしてデスパイ、岡村だった、やり返したチャンピオン金丸デスパイ、ワンで返す。今いい角度で入りましたけどね、そしてフィニッシュホールドに行こうという垂直落下、金丸1点返す、お互いの必殺技デスバレーを金丸がやり、そして垂直落下者のブレンバスターを高岩がやる、お互いが両方の必殺技をやったわけですよね。やり返したわけですよね。もちろんやり返したんですけど、それを一発で起き上がりましたからね。それぞれがカウントワンで起き上がってますね、意地と意地のぶつかり合い、やられたらやり返す、同じことをやり返す、お互いにいい攻防してますよね。初代 GHC ジュニアヘビーチャンピオンの金丸プレゼント綺麗な弧を描いている、カウントワイルド、カウントワン、カウント3、元 IWGP ジュニアのチャンピオン高岩追い詰められている、しかし高岩が立ち上がって、なんだ流れ式でトップから返した、返している、ラリアットもブロックして逆さ抑え込みに、いけない急所攻撃ブロックしている、2連発、これはヒットしている、そしてコーナーにさらに乗せます。いやだけどお互いにあの技の読み合いですごいですね、息つく間もありません、コーナーから危ないですね、高岩が目が映ってる、金丸チェンス、金丸選手チャンスですよこれ、そしてまだ立て続けに垂直落下2連発カウント、サードロープに右足、高岩の足がかかっていました、一気に仕留めようというフィニッシュに持っていこうという金丸、ここまで V2 達成、V3 の相手は高岩、3連発、しかし連続で完全に返されました。そして高岩が何を狙っているか、何を狙っている、後ろからラリアット、後頭部のラリアット、フラフラとしている、意識悪く、空中で1回転、カバー、カバー、カバー、
熱戦となりました。タイトルマッチ GHC ジュニアIB級選手権試合、さあどちらが先にこのマットに立っているのか、最後に立っているのはこれはデスバレーですねみたいな感じに見えますけどね、流れ式で行こうという、そしてあ垂直落下、金丸の頭がマットに突き刺さった、カバー決まった、金丸が沈んだ、 GHC ジュニアのベルトが他団体へ流出、ノアのマットに緊急事態発生、 10.19 横浜の変、なんという結末か、なんという結果か、言葉がありません。ノアからついにジュニアのベルトが他団体へ流出してしまいました。マリンバや世界中のドラムなどありとあらゆる叩く